逆転裁判、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、移動しようか。あとなんか見るとこっていうと、この辺じゃねえや。もう一回現場戻ってみるか。ここあんまり来たくないな。まあそりゃ殺人現場だし、私他のところ行きたい。やれやれ。でも調べといた方がいいのかな。でもなんか行きたくないって言ってたし、あんまり関係ないのかな。もう移動する。第二もう一回見とく。あ、なんかありそう。誰もいないか。あ、なるほどくん、今の音何？コテージの中が聞こえてきたみたいだけど、中に誰かいるみたいだね。すいません。返事がないぞ。怪しいよ、なるほどくん。よし、入ってみよう。怒られないかな。あれ、鍵がかかってるよ。え、鍵は？そりゃまあ、正門前の警備員の詰め所にあるんじゃないか。調査のためだよ、借りてこよう。貸してもらえるかな。来てもらえばいいんだよ、とりあえず。移動。正門前。おわ、おばちゃんがいる。あんたたち、また来たのかい。キャ、出た。人おばきみたいに言うんじゃないよ。あの、ずいぶん早いお帰りでしたね。あれから警察に連れて行かれてさ、連中、殿様の着ぐるみのスペアを引っ張り出してきて、着ろって言うわけよ。ああ、そんなもん着られるわけないでしょうが。煮干しさん、108センチはありますからね。着られないって分かったら帰っていいって。そりゃそうか。犯人じゃなくなるからな。とにかく、おばちゃん、この恨みは一生忘れないからね。もう口も聞かないんだから。散々喋ってるくせに。その顔好きだ。今からだよ。はい、用意、外。子供か、このおばちゃん。あの、おばちゃんが見た子供のことなんですけど、今度見かけたら貼っ倒せ。なるほどくん、本気だよ。事件当日、ここにいた監督さんたちのことですけど、今度見かけたら貼っ倒せ。なるほどくん、見境がなくなってるよ。取れないよな、これ。あ、開けたもんな。ちょっと待ってよ。やれやれ、あの排水溝から入ってきたらしいな。ねえねえ、僕、お名前は何ですか？子供じゃねえんだ。舐めて口叩くんじゃねえ。何よ、あんたまだ子供じゃない。大人に向かってその口の利き方は。何が大人だよ。クルッと発症せしやがって。クルッと。なるほどくん、いじめられた。こいつ。尖ってやがれ、ナイフみたいに。俺はキュータか。丸太って読んじゃって一瞬。キュータだ、大滝キュータ。今度僕なんて言ったら切り捨ててやるからな。抜けてないぞ。おい、話す。殿様、君殿様が好きなのかい。気安く殿様の名前を口にするな。何言ってるのよ。殿様、私の味方だよ。バカ言ってんじゃねえ。じゃあ第8話に出てきた茶屋の主人の最後のセリフは知ってる。ポテトもいかがですか。やるわね。ふん。何やってんだよ。仲良くなりそうでよかったよ。なあ君、ここで事件があったの知ってるかい。その日もいたんでしょ、ここに。なんか気づいたこととか。殿様も誰にも絶対負けないんだ。俺全部見てたんだ。え、でもな、お前らなんかに教えてるもんか。待って、話せよ。行っちゃった。あれ、逃げるときにぶつかったテーブルから何か転がり落ちたよ。瓶か。これなんだ、なんでこんなものがテーブルに。睡眠薬。空っぽの小瓶をポケットに忍ばすと。ところであの子何か言ってたよな。全部見てたんだって。睡眠薬か。それで眠らされたのか。眠らさせられたのか。あれ、おばちゃんがいないよ。無用心だな。鍵もらっていこうか。こら、あれ、おばちゃんの声。待てんこら。
ああ、どうやらあの子供を追いかけてるらしいな。ぎゅっ。あ、転んだ。まゆちゃん、とても嬉しそうだ。調べる。よし。もらっていこう。ねえねえ、なるほどくん。今のうちにちょっと調べてみようよ、詰め所。そうだね。あ、これだよ、なるほどくん。コテージの鍵って書いてある。ああ、あの第二スタジオにあったコテージの。もちろん借りるよね、なるほどくん。ほんとこの子好きだ。よし、じゃあ。行くか。移動、第二スタジオ。これ、違う違う。死んでないといいけどな、誰か。さっき詰め所から借りてきた鍵使えるかな。開いた。よし、行くよ、なるほどくん。お、やる気まんまんだな。さ、お先にどうぞ、なるほどくん。腰は引けてるみたいだ。まあ、怖いよな、でも。固定しない。ダイナマイト侍、あんな感じなのか。武者震いの夏。武士、す、ん？武士武士？うわ、びっくりした。誰？え、ああ、私たち、ニボサブさんの弁護士ですけど。そう。あなたは？ああ、この人か。姫神、プロデューサーの。すらりとした綺麗な人だな。話す。事件当日のことなんですけど。姫神さん？台本。はい。台本探してるの。台本ですか？殿様の第13話、今読みたいの。事件があった日のこと聞きたいんですけど、私は台本を読みたいの。探してこないと話してくれない感じか。ダメだこりゃ。殿様について話が聞きたいんですけど。姫神さん、テレビやってるわ、毎週。言うべきことは全部そこで言ってるから。なるほどくん、テレビ見ろって。僕に怒るなよ。監督、うざいさんでしたっけ？彼はどういう？言わなかったかしら。私今台本を探してるの。他のことは興味がないわ。なるほどくん。撮影所ってこんな変なのしかいないの？確かに。なるほどくん、もう行こう。他のところ調べようよ。そうだな。ちょっと、何ですか？うざいに会ったらこれ渡しておいて。なんで私たちがそんなことを。やだこの人。泣くなよ。わかりました。見かけたら渡しておきます。第13話の台本持ってきてちょうだいだけを。ペライチに。移動する？調べるか。殿様に使うセットのデザインを決めていたようだ。セットを組む予算なんかもメモされている。なんでこんなにお金がかかるんだ？いやー、結構かかるよ。仮面ライダーとかあれでしょ？ 1000 万とか、1話1000万とか。もっとだっけ？なんかかかるみたいな。聞いたけどな。ここで会議をしていたらしい。机の上には資料にお茶、紙コップなどが置かれている。ちゃんと捨ててくれ。昔の映画のポスターだな。ブシブシ、主演、布袋、布袋さん。ブシブシってやっぱりブシブシって読むのかな？布袋じゃねえや、胃袋さん。ああ、それ。自慢の喉で大スターにのし上がる武士の話だよ。胃袋さん、歌も上手かったからね。スターにのし上がる話なのに。なんで時代が室町なんだよ。武者震いの夏、主演、胃袋、たけし。これまた随分古いポスターだな。ああ、これ、懐かしいな。誰にでもある一夏のロマンスがテーマなんだよね。テーマはともかく、それがなんで侍に馬なんだよ。ダイナマイト侍、古びたポスターだ。ダイナマイト侍、主演、胃袋たけしか。被害者の胃袋さん、昔はすごかったんだな。今も結構かっこよさそうな感じだったけどな。特に手がかりになるものは入っていないな。
紙コップとか丸めた資料なんかが捨ててあるだけだ。行くか。どこにいいんだろうなぁ。いるとしたらスタジオとかか。いないか。あれ、さっきなんか。これってさ。あ、これ、監督さんが座れてたよね。違うの。ここか。撮影の時、ああ、レフ1か。なんだよ、その気のなさの返事は。だって私やるなら監督か殿様がいいんだもん。何をやる気なんだ、この子は。これ違うのか。これかなって思ったんだけど。違いそう。だから移動しよう。どこにいんだ？移動。正門、移動。スタッフエリアあたりか。いない。移動。楽屋。やっぱここにまだいんのか。どっか移動するかなって思ったけど。これ、これでいいのか。ああ、そうだ。プロデューサーから預かったんですけど。え、13話のダイヤを持ってこい？そういえばどこやったかな。どっかで忘れてきたみたいだよ。どうしよう。また怒鳴られる。なるほど、くん。監督さんが行きそうなところを探した方が早いよ。そうみたいだね。結局あそこじゃねえか。違う、間違えた。曲で笑うわ。移動する。一気に移動させてほしい。また来ちゃったね、殺人現場。調べることを済ませたらすぐ他のところに行こうね。弱ってんのかわいいな。多分これ。あ、これ監督さんが座れてたよね。あー、ん、まゆちゃん、ちょっとその椅子のあたり調べてみてよ。さっき監督が言ってたろ、どっかに台本を置き忘れてきたって。あ、あったよ。なるほど、くん。台本汚くない？なんか。やっぱりね。台本をポケットに突っ込んだ。これで、移動。移動。で、調べる。じゃない。移動。突きつけるでいいのかな？持ってきましたよ。はい、台本です。そう。台本を姫神に渡した。おしまいですか？それで。静かに。今台本を読んでるから。ちょっといい加減してください。何様のつもりですか？あたしたちは。煮干しの弁護士？はい。疑ってるの？私を。あ、いや、そういうわけじゃ。事件のあった日のことだったかしら？はい、聞かせてください。正午からここで会議があったのは知ってるわね。はい、監督とかテレビ局の人たちと一緒に。そう。じゃあよく聞きなさい。あの日の午後、このコテージにいた人間は誰も第一スタジオに行くことは不可能だったの。なぜですか？道が塞がっていたから。道が？あー、はい、はいはい。事件当日道が塞がっていたんですか？あの木じゃないの？ここへ来る途中、サルマゲドン見たでしょ？サルマゲドン？首の折れた猿よ。ああ、あれですか。すごいネーミングだな。こう見ると怖いな、このサイズ。あの首、事件があった日に風で壊れてね。首をどかす作業が始まったのが3時過ぎ、道を通れるようになったのが4時過ぎだったの。いい？胃袋が死んだのは2時半。でもここにいた人間は午後4時過ぎまでこのコテージに閉じ込められていたの。第一スタジオなんかに行けたはずないわ。なんですって？これは本当。3時過ぎにクレヨンを使って首をどけてもらったの。
外の会社の人に頼んでね。作業した人たちは覚えてるはず。でも首が壊れたのが2時半より後だったら第一スタジオへ行くことができたはずです。2時半、エベクロが死んだ時間ね。いいわ、来なさい。あのサルマゲドン、元気な時は時間をアナウンスするの。用事でござるとか、猿だからな。あの首を調べてみますね。首が壊れた時間で時計が止まってるわ。なるほどくん、時計2時15分で止まってるよ。2時15分。そう。この道は2時15分から4時過ぎまで塞がっていたの。だから私たちは無実。胃袋さんが第一スタジオで死んだのは2時半か。じゃあそういうことだから。サルマゲドンの首のデータを法廷記録に、ファイルした。どうなってるの？ニボサブさん以外、胃袋さんを殺せた人いないじゃない。もう、ダメだ。参ったな。一度事務所に戻って考えてみるか。帰るか。とりあえず、何の手がかりもなくなっちゃったな。監督さんたちのアリバイはバッチリで、他の手がかりもない。お先真っ暗だな。諦めるの早いわ。え？まだ手がかりは残ってるでしょ？あ。妹の体で露出するのやめてあげてよ。千尋さん、もっと早く出てきてくださいよ。ごめんなさい。ピンチになって、迷いが本気にならないと出てこられないの。ヒーローものみたいだ。ということは、ピンチですか今。ええ、かなり。あの、手がかりって何ですか？もちろん、あの少年よ。全部見てたって言ってたからな。え？でもな、お前らなんかに教えてやるもんか。あの子、協力してくれそうにもありませんよ。なんとか方法を見つけるしかないわね。とにかく、もう一度撮影所に行きましょう。もうあの子が最後の手がかりなんだから。あの子がね。はい。ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。